自分で実は生み出していかなくてはいけないというものの存在に気づきそれをどういうふうに発信していくかっていうのが基本的ななステップアッププアになると思いますこう自分の見える視点が一個変わると視界が開けるっていうか楽しみ方がえ違ったものになる新しい次元で楽しめるようになるのは何でもそうだと思うんですけれども古都音楽に関しては、まあ、このリズムが一番それが強いのではないかなと思う それをどういうふうに得得するのかっていうのを順を追ってですねかなり丁寧にやっていきますのでご興味があれば是非ご参加していただければと思いますはいじゃあそもそもリズムとは何なのかまあ簡単に言うと周期ですね周期繰り返しがあるものまあ超講義に言えばもうそもそも地球は周期でできていると太陽の周りを回っていますとはいこれぐるぐるぐる回ってこれ周期ですねある意味これリズムと言えるんではないかそして、えー、海潮 波はいこれ道引きがありますザ,ザーザ,ザーザ,ザー寄せては引いて寄せては引いてはい潮のリズムとかねリズム感をよくするにはメトロノームを使った方がいいのかどうなのかってねまあよく議論されるような話題でありますけれどもこれは間違いなく周期ですよねメトロノームはいで、えー、我々一番身近なところで言うと心臓でございますね心臓ハートビートこれはリズムですよねドドドドよくこうねこの心臓の鼓動がドドドド 心臓の鼓動が3連符だからアフリカのリズムは3連なんだみたいな話あるんですけど聞いたことある僕思うにねこれ3連ではないと思う3連心拍数によるよねっていうところなんですけどまあ少なくともちょっと自分の脈を感じていただけますかその感覚がね えーまあ、リズムに影響してるのではないか、まあ、音楽をやるときも踊るときもというのはよく言われる話でございますはい、まあ、よく「心臓の鼓動は3連符だ」とかね3、あのー、連符っていうのは「タツタ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 ,タ」ツタタツタっていうような恩恵だみたいに言われることあると思うんですけど個人的にはね <laughs> 僕違うと思ってる <laughs>、はいまあ、心臓の鼓動っていうかもうそもそも生命活動が周期ですと でい今のはもう超講義の広い意味でのお話で今月やっていくのは音楽に関するところでございますのでよく言うリズム感ってリズム感ってねすごい僕なるべく使いたくない言葉なんですけどどう思います <laughs> リズム感って何,何って聞かれたらどう答えるリズム感って何だよって、ね。 はい、ちょっとね一言で言ででえないですよ例えば音楽であれば、えー、それを聞いてリズムを把握する、まあ、どういうリズムが流れているのかでそれに対して、えー、合わせる手拍子するとかねカラオケで歌うとかはい、聞いて合わせるこれそれぞれ、えー、違った能力でございます。でさらに言うと自分でリズムをイメージする。 というところあるものを聞いてそこから連想するもそうだし何もないところから自分でイメージして生み出していくっていうことも可能ですでそれから、えー、楽器とか、ね、音楽を演奏する立場であれば、まあ、踊りでももしかしたらあるかもしれないんだけど自分から発信するっていうことが可能になってきますだんだんこのレベルが上がっていくと自分が感じているものを 発信して聞いてる人に伝える聞いてる人にリズムを感じさせるっていうことが可能になってきますあとは、えー、周期における最適なタイミングや、えー、スピード感を捉えて持続するまあ、ちょっと難しい言い方したんですけど、うん、まあ要するにいい感じのタイミングで鳴らしていい感じのタイミングで歌っていい感じになろうぜっていうようなねことで、ね、グルーヴなんていう言葉もあったりしますけれどもで 大きく分けると受動動的的ななものと能動的なものまの、あ、つまり誰かがねやってるあるいは音源とか CD とか聞いて感じるものと自分から発する自分主体のものがあると思うんですよ。両方合わせてリズム感とと言えるのでははなないかなと私は思いか私思ます日本的なリズム感悪いっていうのはこの能動的な方が弱い。 と言えるのではないかなと思う結構音楽好きな人多いですから聞いてねなんか感じるっていうことはできるはずできる人が多いと思うんだライブ行ったとき手拍子とかカラオケで歌うとかも全然いい感じなんですよはいただところが、えー、そういうね受動的ではなくて自分から発するっていうまあそもそもそういう発想してない楽器をある程度やっていくとあ これは自分で発信してていいいいかかななななきゃいけないのかなっううよよう。シーンが必ず来るんでですよ自分で実は生み出していかなくてはいけないというものの存在に気づきそれをどういうふうに発信していくかっていうのが基本的ななステップアッププアになると思います、はい。だからリズム感悪いっていうのは漠然と言ったとしても聞いて合わせることはできるっていう人は結構いる気がするんですよ。聞いて合わせるのもちょっと難しいっていう人はね恥ずかしがずに。 ぜひ教えていいたただきたいんだきんけれどもそこから自分から発するあるいは自分からリードするとかねいうのが一個なかなか高い壁としてあると思ってるんですよ。っていうのは僕自身めちゃくちゃリズム感悪いなってずーっと自覚があったんですよ。それどういうことなんだろうってこうずーっと考えている今に至るっていう感じなんですけど、まあ、どうやらこういうことみたい。 まあもっと複合的、これ以外の要素はもちろんあると思うし、総合的なものなんですけど、あえてあえて、まあ言葉にするとこんな感じかなと思います。はい。じゃあこれよくできんのかっていう話。<laughs> そこが聞きたいリズム感の良くなるんでしょうかっていうね。はい。私も知りたいです、それ。はい。これ結構ね、遺伝子も影響するらしいです。 ガ,ガーンって、ね、もう生まれた時から感性感覚ねもうパッと聞いて考える間もなく無意識レベルというかで取れちゃう人っているんですよ一定数生まれた時からっていうかな物心ついた時からはいまああるいは、えー、環境的に、まあ、お父さんお母さんがすげえ音楽好きでいろんな音楽聴いてたとね<楽>えー、まあそういう方たち一定数いますはいしかし感度ですね 感性は、まあ、先天的なものが大きいんですけど感度感じる度合いは、えー、経験トレーニングによってレベル可能だと思っております、えー、しかもいつからでも何歳からでもですねなので、まあ、このワークショップなどいろいろなね情報が出回っておりますけども活用していただいて高めていただければと思います、はい、で感度が高まると最初に言った通り一個こう視野が高くなる ので、視界が広くなるっていうイメージです、はい、のであ今まで気づけなかったけどこういう景色があったんだみたいな風になりますので、まあ、それってつまり楽しめる領域が増えるということではありませんか